はい、16日今日の夕飯はね、主食の代わりにもやしと昨日作ったねピカタですね。これバズレシピのピカタです。昨日ね動画撮ったんですけど食べながらなんかね撮れてなかったみたいで、代わりにね今日ね残り物で移しときます。あと焼き野菜ですね、ブロッコリーとスナップエンドウ、あと昆布の煮物と、まあ大根とか人参がんもの煮物ですね。で、これにまあね、ちょっと、ポン酢とかかけて食べようと思います。まあ、さっきまでね、ちょっとアプリでゲームとかもやってたんですけど、まあちょっとね、人と話すのもね、結構疲れが溜まってて、で、さらにね、おとといとね、今日ね、続いてね、YouTube で動画のね、コメントでストレス受けてるんで、もういい加減ね、本当鬱陶しいね、コメントに対してね、私も、丁寧に返してきたけども、私のね、チャンネルなんで、もう少しね、やっぱね、発言する人はね、わきまえてほしいですよね。相手のチャンネルに対して失礼じゃない、言葉遣いとか、あとは、いろんな考え方の人がいろんな意図で配信してるっていうことがわからないで、今このご時世編集する動画っていうのが溢れてるから、その尺度でね、ものを語ってしまうっていう方が多いのがね、非常に配信してる側としてはね、すごく、苦しいというかね、押し付けがましくてね、迷惑ですね。ちなみに、今の季節はね、植物がほとんど管理いらないので、動画上がることがないと思います。いちじくのね、専用ブログとか、YouTube 配信してる人なんかは、無理やりね、いちじくの関連動画上げてますけど、あれ農家さんだから、固定のね、視聴者を逃がさないためにわざと上げてるわけであって、普通の人はね、こんな時期にね、いちじくの動画なんて上げないんですよ。必要ないから。で、例えばね、そういう襲撃化しているものだったらね、どんどん媚び売ってやった方がいいと思いますけど、私はね、自分が、精神科にも通ってることも話してますし、そういう人に対してね、編集しろだの、写真入れろだのっていうことも酷だなって思うんですけど、そういうのにもね、気がつかない無神経な人がコメントしてくるせいでね、余計にね、動画配信が楽しくなくなったりね、ストレスが溜まってね、脳発作が出たりするんでね、責任取れんのかって話なんですよね。で、誰も見てくれて頼んでませんから、気に食わないんだったら見なきゃいいんですよ。で、文句があるなら別に他の人の動画見ればいいじゃないですか。頼んでないから。